さあエンディングでございます。えー、まあこれからね、新しい生活をね、始められる方にとってはですね、もうドキドキワークが止まらない。えー、まあもちろんハラハラしてることもあると思いますけど、やっぱこれからね、あの、新しい自分と出会える。 タイミングだと思いますよね今まではその学校とかっていうね割とその学校の先生とか親とか、えー、そういったその環境に守られてきた時代だったと思うんですけど一度このね学校を卒業して、まあ、次の、ね、新しい世界に入っていくっていう場合はだとやっぱり今まで学んだことだけでは ちょっとこう解決できないこともいっぱい出てくると思うんですよね、えー、あの今から今日紹介しますね。あの土屋アンナさんの曲で、このあの仮面ライダーフォーゼのスイッチオンっていうね。テーマ曲、この曲の中にね。すごいいいメッセージがあって僕すごい好きなんだけど、えー、公式なんて意味がないね。人の話だけで知った気にならないでと。と果敢にタフにチャレンジ。すごくね。僕はわかるような気がしますね。あの教室の中で学んだ公式っていうのは確かに。 まあ、もちろん役に立たないことはないと思いますよ。でも、えー、社会に出た時に必要なのはまずその公式が使えるタフさをまず土台に持っておくことだと思いますよね。えー、いろんなあのことが周りに起こってくるいや好きなこと嫌なこともたくさん出てくると思うんでその中でどれだけ自分の強さっていうのを育てていく,育てていくことができるかどうか。 大事だと思いますね、はいでえー、リクエスト曲なんですね、これね。えー、とリリー・メイヤーさん、ありがとうございます。I love this song because it's upbeat feel and how it meshes with the show so well. えー、このアッ,プア,ップアップビートな、ねえー、ノリのいい曲っていうのはすごく好きで特にこの番組の内容とね明るい青春ドラマでございましたので、えー、この番組の内容とねすごくマッチしてるのがすごくいいですねとで番組へのご意見です「ー特撮シリーズあー仮面ライダー以外特撮以外で何かヒーローはいますか?」ということです。 ああ、そうですね。僕はちょっと古いんですけど、宇宙戦艦ヤマトの沖田重造が好きですね。<laughs> すごく渋いなあとかって思うんですけど、早く白髪になれないでかなとかって思っちゃいますけどね、えー。まあいいんじゃないですか。はい。All right. So, thank you very much, l i l b さん .Here's your request song for the Cameron、uh, Rider 4Z: Switch on by Shia a n I like the message, I like the song, and I hope you like that too. Thank you very much, everyone. I will talk to you next week again and take care. Until then, bye now.